あれですね、駐車場探しながら走る車が、もう、だーもうこういう観光地に来る人だと、普段運転しない人も結構多いんでしょうね。あ、磯の香りするから、これ、海なのか。いける?いいじゃん、こっち側の方がいいじゃん、いいじゃん。え、何?めちゃくちゃいいじゃん、これ。あ、磯の香りするから、これ、海だな。へぇ。奥にも海が見えて、で千本バラになってるんですよね。え、これ行けるの？ここ歩いてるんだったらいいぞ。これ良くねえですか？向こう側だったらなお良かった感じですけど、どっか走り向こう側に渡れたんでしょうね。サイクルしてる人多いですもんね。あら、いいじゃないですか、これ。よいしょ。結構、あ、小魚泳いでるよ、うん、香りは完全に海ですね。磯の香りしてますね。 あ、いいですね、向こうが。あ、釣りしてる方もいらっしゃいますよ。あら、いいじゃないですか。これは車で走ってたら味わえないところですからね。これはね、やっぱね、機関散歩ならではね。まあまあ、取れ高のために頑張りましたよ、今回も。多分帰りこのまま友達ん家に寄って、友達っていうかやつですけどね、うちのメンバーのところに寄って、渡してきてっていうオチになると思いますけど。え、待って、そうすると俺、愛知経由、車だよな、車で。あ、いいか、名神使えばいいか。うん、あれハードだな。考えてみたら夜の11時からどんどこの店、こんな不景気なあるんだ。へえ、あ、コーヒーショップ。へえ、あ、結構お客さん入ってはりますね。あ、外から入れるのね。なるほどな。あ、そっち側にちゃんと看板出てるんだ。で、こっちのこの景色見ながら、美味しいコーヒー飲めますよって感じなんだから、いいですね。で、ここも駐車場、有料駐車場になってて、キャンプ場とかになってるんだ。なるほどね。へえ。あ、いいな、いいね、これぐらいの食堂だとね、他のね、よく動画投稿してる方と違ってね、その場で声吹き込むんでね。わあ、いい風出す。っていうか、潮位高いね。結構ギリギリまで水来てるよ。え、いつもこんなに水あんの？あれか、やっぱ単純に今、雨の量多いから、あれなんでしょうね。うん、もうちょっと隣行ったら、何して、舞鶴の先、敦賀の方とかに行ったら、相当今大変みたいですからね。ああ。いや、まあまあオーバーフロー気味やで、すごいな。いいですね、潮風。あ、いい風があるからいいや、これ。っていうか、このルートいいじゃん。何、いいですね。あのね、綺麗な景色を見ながら歩くとで、やっぱり心が満たされますよね。今もね、丹後鉄道に乗りながら新しいネタちょっと思いつきましたもんね。うん、あ、ちなみにその新しく思いついたネタのやつには、まあシリーズですよね、まあ、切り抜き関連のねやつで、やっぱ短いやつをね、作りたいなっていうのがあるんでね、そのあたりでね、もうね、ドストレートに、
そのあたりの、ね、欲望を、ね、詰め込んだ、タイトルにして、今まで単純に切り抜きでやってましたけど、あれをねちょっとね、書いてね、切り抜きもねちょっと強化した感じでね、うん、やはり切り抜き表現で作るような感じで作ろうとやってましたけど、もう一緒にまとめときましょう。あのうちのところだとね、あのやはりねチャンネル展開するよりはね、一つのところでねコンテンツ増やしてた方がいいわ。最近そのショーツもなんかちょっと一時期前はそのショーツ用のチャンネル作って分けて、管理してっていうような流れ見えましたけど、最近はもうそうやってやってたところも、もうショーツを自分のところで公開、もうメインチャンネルの方で公開して一緒にして、ショーツのところであの新しく入ってきたお客さんをね、侵入して、なるほどね、ここから先はダメなんですね、ここから先は水道なんですね、なるほど、文殊水道ね、なるほど。こんでこんなでかく書いてあるんやと思ったら、そうか、海の走ってる人から見えるようにでかくしてあるんでしょうね。ここから見るとちょっとでかすぎますけど、そういうことですね。はい。で、そう、ショーツね、動画はね、そういったような流れがありましたけど、今は本当に、そのやって別で作ってたところも、もう別のところの更新をせずに、完全にそっちの方で更新をして、メインチャンネルの方で一緒に更新して、シナジーでつなげるっていうのはね、分かったんです。あれ概要欄とかにあのメインチャンネルとか引用元の動画はこちらって貼れるんですけど、ショーツ のインターフェースで見るとコメント欄はまだ 見やすいんですけど、説明欄はまず見えないですね。あれあの2タップしないといけないんで、まだコメントの方だったら1タップでできるんで、コメント欄のところに1タップでそのリンク貼っつけてとかやりたいんですけど、コメント欄にあの動画リンク貼るとあの結構スパム認定を受けて、あの自分のやつでもこう他の人から見えなくなっちゃったりとかがあるみたいなんで、だからその動画の引用のどこにつなげるっていうのはすごく難しいから、もうあの単純にチャンネル登録者数のボタンはその場にあるんで、じゃあメインチャンネルも見ようって分かるようになるようなチャンネル登録を斡旋するっていう意味では、ショーツの使い方ってしたらそういう風にした方がどうも良さそうだなっていう感じがしますんでね。なんでうちまたちょっと最近メインチャンネルの方でショーツをちょろちょろと上げ始めてますけどね、多分今後ちょっと増えると思います。まあ、それでコンテンツ数も増やせますしね。早いところ2000まで載せたいんですよね、コンテンツ数。ね、めっちゃ、いや景色いいね。で、今、その奥の方に見えてる、見えてるかな。この辺りが、天橋立てのところですね。これ真横から見てるんで、ちょっとね、わかりにくいですけどね。あそこずらーっとあれ、一本の線になってるんですね。あのよく知ってる皆さんもさすがに見たことはあるでしょうっていう、あの天橋立ての図ね、地図見たことあると思いますよ。あれをちょうど真横から見たような感じになってますって感じですね。めっちゃ優雅やね、ここで。なんなら一番内陸のあのくるんと回ってるところなんで、地味にショートカットできてますからね、これ。うわー、風が出てきて潮の水が来るよ、もうあれ来ちゃってるよ。うわ、すごい。あ、そっか、さっきまで防砂のあの暴風のになる松があったんでね。いや、松のあるなしで結構変わるもんですね。あ、だからやっぱ暴風用にあの松を食って砂場のところにね、海岸沿いに松を植えるって有効なんだ。うん、お、あ、特急が走ってく。あれは特急橋立てかな？天橋立て行きの多分特急ですね。